トトキ連れ定、立花宗茂の大名復帰は彼のおかげ？歴史の細道、案内人の沙織です。今回は、トトキ連れ定について紹介していこうと思います。戦国時代を代表する名将、立花宗茂には、彼を支えた優秀で忠実な家臣団がいました。その中でも、立花四天王として名を残し、忠節を尽くし続けたのが、トトキ連れ定です。宗茂を少年時代から支え、苦難の浪人時代を共にし、最後まで連れ添った孤高の臣でした。今回は彼の生涯をじっくりと解説していきたいと思います。別紀氏、立花氏に仕えたトトキ氏。弘治3年、1556年、連れ定は立花道節の家臣であるトトキ惟継の次男として生まれました。後に主となる立花宗茂とは9歳違いとなりますね。トトキ氏は豊後、大分県の名門大賀氏の流れを汲む一族で、大野郡トトキの将、大分県豊後大野市大野町トトキ付近に領地を持ったことからトトキ姓を名乗るようになったらしいです。別紀氏の家臣となったトトキ氏は、別紀明綱と名乗っていた立花道節が立花氏の名跡を継ぐことになってからは、そのまま立花氏の家臣となっていきます。この頃がちょうど連れ定の時代にあたるわけです。連れ定には兄惟典がいましたが、永禄12年1569年多々良浜の戦いで、この兄と父惟継ぐまでもが討ち死にを遂げてしまいます。この戦いは筑前の覇権をめぐる大友氏と毛利氏の攻防戦で、大友氏の家臣だった立花道節も大友方として参戦し、当然ながらトトキ氏も道節配下の一員として加わったんですね。結果的に大友方の勝利となりましたが、連れ定にとっては辛い経験となってしまいました。立花宗茂との出会い。父と兄の討ち死ににより、連れ定は家督を継ぐこととなりました。そして主、立花道節は多々良浜の戦いでの勝利後、正式に立花氏の名跡を継ぎ、立花山城、福岡県福岡市新宮町久山町に入ります。それから10年後の天正9年1581年、男子に恵まれない道節は同僚の高橋常雲の息子を養子としてもらい受けます。彼こそ後の立花宗茂。この時はまだ15歳の少年でしたが、すでに将来を嘱望されていました。そして道節は宗茂付きの家臣として連れ定を指名し、以後連れ定は宗茂のそばを離れず、忠誠を尽くし続けることとなるのです。立花四天王の一人として活躍。天正13年1585年には道節が、翌年には宗茂の実父高橋常雲が亡くなるなど、立花氏を取り巻く状況は決して油断のならないものでした。しかも高橋常雲が玉砕を遂げた岩屋城の戦いの際には、宗茂の弟や母が島津方に捕らわれてしまったのです。しかしこうした中で、豊臣秀吉による九州征伐が始まりました。宗茂は大友方として秀吉に従い、各地で戦功を挙げていきます。そしてようやく捕らえられた弟や母を救出することができたのですが、この最大の功労者は連れ定だったんです。このため九州征伐後に筑後柳川に領地を得た宗茂は、連れ定にも領地を与えて功績に報いました。その後宗茂は朝鮮出兵時にも大活躍を見せますが、常にそばには連れ定が付き従い、陰に日向に主君を支え続けたのです。そして連れ定は1500石を与えられるまでになりました。立花四天王の一員として名を連ね、連れ定は陳友にして豪直と謳われる頼りがいのある武将となったわけです。
改易された主についていく。慶長5年、1600年、関ヶ原の戦いが起きると、主君、宗茂は西軍に属し、大津城の戦いで活躍しました。しかし西軍は敗れ、九州に戻った宗茂は、東軍勢力の武将たちを相手に奮戦しましたが、降伏。戦後、改易の浮き目に遭うこととなってしまいました。加藤清正の招きにより、宗茂は肥後に赴くことになりましたが、その際には連れ貞もついていきました。由布惟信や小野重行といった立ち話の重臣たちも一緒でした。しかし宗茂はここを辞し、本当に浪人の身分となって京都へ行き、その後江戸に滞在するようになりました。小野重行は加藤家に残ったため、連れ貞は由布惟信らと宗茂を助けて苦難の浪人時代を過ごすことになったのです。ただ暮らし向きは厳しかったとも言われており、連れ貞ら家臣たちは働きに出たり、時には物乞いをしたりなどして宗茂の生活を支えていました。連れ貞らはいつか必ず主君が大名復帰を果たせると信じ、ひたすらに尽くし続けたのです。実は大阪の陣の際には豊臣方から降禄を与えるとして誘いがかかったのですが、連れ貞は迷わず宗茂への忠誠を優先し断りを入れたんですよ。思わぬところから幕府の耳に入る。連れ貞は時に小無双となり、托鉢で日銭を稼いでいたとも言われています。いつものように江戸市中で托鉢をしていた連れ貞でしたが、この日は柄の悪い男たちに絡まれてしまいました。しかし騒ぎを起こしては宗茂に迷惑をかけるからと、連れ貞は男たちから逃げ出します。それでも男たちはしつこく連れ貞を追ってきたため、やむなく彼は親友にして強直と呼ばれた男としての本領を発揮しました。尺八で相手の刀を受け止め、あっという間にそれを奪い取り、返す刀で切って捨てたのです。ただ騒ぎを聞きつけた役人たちが駆けつけ、連れ貞は捕らえられてしまいました。そこで彼は身分を明かし、正直に事の次第を述べたのです。役人たちの方では、騒ぎを起こした一介の小無双が浪人とはいえ立花宗茂の重臣だったという想定外に高い地位だったために、処遇に困ってしまいました。そこで話はどんどん上司へ、そのまた上司へと持ち上がり、ついには老中土井利勝の耳に入ることとなったのです。そして利勝は連れ貞を無罪放免としました。ほどなくして宗茂は幕府からの招きを受け、浪人の身分を脱することとなります。そして念願の大名復帰を果たすのでした。立花宗茂という無双の優勝が浪人となって江戸市中で暮らしている。そんなことが連れ貞の巻き込まれた騒ぎによって幕府の知るところとなったのかもしれません。島原の乱を経験し、主君を見送り大往生を遂げる。やがて宗茂は本領である柳川に復帰できることになり、連れ貞も戻ることができました。そして連れ貞は三男に家督を譲って隠居します。しかし寛永14年、1637年に島原の乱が起き、宗茂が幕府に壊れて出陣することになると、連れ貞も行動を共にしました。この時82歳、宗茂も70歳を超えていましたが、さらに年上ですよ。なんと格尺たるじいさまでしょう。寛永19年、1643年に宗茂を見送ると、寛永21年、1644年、連れ貞は89年の長寿を全うしたのでした。立花同説、宗茂親子と共にあり、宗茂に生涯と忠誠を捧げた人生でした。まとめ。1、立花同説の家臣の子として生まれたが、父と兄を戦で亡くし、家督を継いだ。2、同説の養子となった立花宗茂につけられることとなった。
3、陳遊にして豪直と評され、立花四天王の一人に名を連ねた。4、関ヶ原の戦いの後に宗茂が改易されても、彼についていき生活を支えた。5、虚無僧をしている時に騒ぎに巻き込まれたが、これがきっかけで宗茂の境遇が幕府に知れ渡ることとなったとも言われている。6、80歳を超えて島原の乱に出陣し長寿を全うした。連貞は宗茂のそばを決して離れず、一生涯の忠誠を捧げました。本当に全てが宗茂ファーストな人生だったと言えるでしょう。加藤清正のところに残った小野茂之も、宗茂にずっとお金を送り続けて援助していたと言いますし、立花氏の家臣は本当に忠誠心が強いなと感じました。宗茂がそれだけいい主君だったということなのでしょうが、それにしても連貞、武士の鏡ですね。ちなみに、立花宗茂についてまとめた動画もありますので、興味のある方は画面右上のおすすめから見てみてくださいね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。